皆さんこんにちは。インストラクターの愛です。今日も優しいリラックスヨガを行っていきます。では始めていきましょう。楽な安楽座の姿勢になります。お尻がきついかなと思う方はお尻の下にタオルを敷いていただいて、足をこのように崩してもらってもいいです。では両手は軽く膝の上に添えていきましょう。心地いい呼吸を行います。温泉に入った時のような心地いい呼吸を2回ほど繰り返しましょう。鼻から息を吸って、口からはー、もう一度鼻から息を吸って、心地いい呼吸を口からはー、吐き切った方、胸の前で合掌していきましょう。息を吸って、胸を膨らませ、吐く呼吸で手のひらふーっとしていきます。首長くしていきましょう。次の吸う呼吸で、その合掌を手のひら押しながら、天井に向かって持ち上げていきます。首がきつくなければ、その指先を目線で追っていきましょう。吐く呼吸で、その合掌をゆっくりと下ろしていきます。胸の下通過したら軽く前屈前かがみです。お尻浮かない程度でいいです。腰と背中を伸ばします。もう一度吸う呼吸で合掌を天井の方に持ち上げていきます。指先で天井に触れるかのようなイメージ、息を吐きながらその合掌をゆっくりと下ろしていきます。胸の下通過したら軽く前屈、ご自身の内側に感謝をしていきます。もう一度吸う呼吸で上半身を起こし、合掌を天井に向かって引き上げていきましょう。脇腹、脇の下心地よく伸ばします。次の吐く呼吸で肩から腕から先を大きく伸ばしながらマットに下ろし下げていきます。もう一度息を吸いながら胸開いて、肩甲骨から腕を動かしていくイメージです。ねじりを入れていきましょう。次の吐く呼吸でおへそから上を右側に軽くねじり、両腕を上下に大きく広げながらゆっくりと下ろしていきます。肩に力が入りやすいので肩の力ストーンと抜いて、もう一度息を吸って、で両手下から上に大きく持ち上げて、息を吐きながら次左側におへそから上をねじり、両手を上下に大きく回し下げていきます。肩の力も抜いていきます。吐き切ったらもう一度息を吸って、両手下から上に持ち上げて、上半身を正面に、指同士を絡ませて、さらに次の吸う呼吸で上半身を伸ばしていきましょう。伸びて伸びて伸びて、次の吐く呼吸で手と背中の筋肉、緊張をすべて解放させて、ダランと脱力。もう一度息を吸いながら指絡ませて、伸びて伸びて伸びて、息を吐きながら脱力。首の後ろの力も抜いて、頭の重さで首の後ろ、そして肩周りをほぐしていきましょう。では次の吸う呼吸でお顔を正面に戻していきます。足を立たせていきましょう。左右にパタンパタンと倒して、お尻や太もも、そして股関節周りをほぐしていきます。では動きを止めていきましょう。次に軽く
膝をクロスさせてゴロンと四つん這いになります。膝が痛い方はまた膝の下にタオルを敷いていきます。肩関節の下に手首、そして股関節の下に膝が来るところにセットをして足の甲をつけ、手のひらはしっかりパーに開きましょう。おへそを背骨に引き寄せて、呼吸に合わせて背骨を動かしていきます。次の吐く呼吸で手のひらでマットを押し、背骨を丸くしていきましょう。目線はおへそのあたりを見て首の後ろを伸ばします。では次の吸う呼吸で背中を反らせ、肩下げて首長くしていきます。繰り返します。息を吐きながら手のひらでマットを押し、目線はおへそのあたりを見て首の後ろを伸ばしましょう。次の吸う呼吸で骨盤から動かしてみます。骨盤から背骨を動かして喉を伸ばしましょう。腰痛や肩こりの緩和へとつなげてくれるポーズです。では四つん這いに戻ったら、手と手の間にまずは右の膝を曲げながら、右の足の甲は左の手首手前に近づけてみましょう。おへそと骨盤は正面です。太ももが伸びる方は真横に足を伸ばしてもらってもいいですし、きつい方は膝を曲げて、後ろの膝も曲げてもいいです。体と相談してみましょう。足を伸ばしている方は股関節からまっすぐに足の先が伸びているように、そこをチェックしてみます。かかとを天井に向け、足の指先スーッとまっすぐ。では息を吐きながら手の指先でマットを押して、体の上半身を一度持ち上げてみましょう。肩が前に行かないように肩は背中の方に回してみます。次の吐く呼吸で股関節から前屈です。手を歩かせてみましょう。両方の肘をついてみて、膝や腰回りに違和感がなければ肘を横に大きく開き、手のひら同士を重ねてそこにおでこを預けていきます。あとは頭の重さ、そして上半身の重さで右のお尻や太もも、その深い筋肉をほぐしていきます。腰周りを温めながら柔らかくしてくれるので、ホルモンバランスも整いやすく、リラックス効果も高まっていきます。もしこの姿勢違和感がある方は、上半身をゆらゆらと左右に動かしてみたり、太ももの体重をかける場所を少しだけ動かすだけで伸ばす筋肉が変わってきます。居心地のいいと思う場所を常に探し求めて、そこに留まっていきましょう。ではあと深い呼吸、一呼吸を行っていきます。今の呼吸吐き切った方は手のひらをマットにつけて、吐きながら頭頂が最後になるように上半身をゆっくりと起こし上げていきます。目線は正面、息を吸って胸を開きましょう。吐く呼吸で両手膝の前にセットして四つん這いに戻っていきます。次反対側です。手と手の間に左の膝を曲げながら入れていきましょう。左の膝の角度は体と相談していきます。右の足は鼠径部からまっすぐと伸ばし、かかとが天井に向いてるかチェックをしていきます。ではおへそと胸を正面に、
吐く呼吸で少しずつ体の前面を伸ばし、胸を広げてみます。肩もぐるっと後ろに回して、鼻からたくさん息を吸って、吐く呼吸で前屈していきます。両方の肘をつき、腰や膝違和感なければ肘を横に大きく開いて、手のひらを重ね、そこにおでこを預けていきましょう。どっしりと頭の重さを手のひらに預けます。上半身の重さは下半身に預けていきます。体全体の重さはすべてマットに委ねて、緊張から解放されていくこの心地いい感覚を味わっていきましょう。次は左の太ももや右のお尻の深い筋肉を伸ばしていきます。深い呼吸は深い筋肉に伝わっていきます。上半身をゆらゆら動かしたりしながら、伸ばして心地いい筋肉を見つけて、そこに酸素を送っていきましょう。口元に微笑みを持ち、あと一呼吸行います。では息を吐き切った方、手のひらマットに沈めて、頭頂が最後になるようにその手のひらでマットを押しながら上半身を起こし上げていきましょう。また肩が前に行かないように後ろに回し、胸を開き、息を吐きながら両手は膝の前についていきます。ここでもう一度四つん這いに戻っていきましょう。足の指先を立たせて、お尻をぐるぐるっと回して、関節を緩めていきます。すべての関節が緩むと筋肉も緩んできます。大きくぐるぐると回したら、反対回りも行っていきましょう。ではある程度回された方から、お尻をマットに下ろしていきます。楽な安楽座の姿勢になっていただいて、肩周りをほぐしましょう。息を吸って肩を耳に近づけて近づけて、吐いてストーンと下ろしていきます。もう一度鼻から息を吸って、肩を耳に近づけて近づけて、吐いてストーンと下ろして、肩の力を抜いていきます。では胸の前で合掌していきましょう。頑張って動いていただいたご自身の体に感謝をしていきながら、これで優しいリラックスヨガを終わります。ありがとうございました。